はい、今回は選挙で自民党が当選するために安倍晋三を頼みする安倍昭恵と日本崩壊の真実について考えていきます。今回もよろしくお願いいたします。まあ、ここにはですね。安倍晋三を応援している人、あるいは安倍昭恵を応援している人はいないと思うんですが、まあ、僕も安倍晋三っていうのは売国奴でありね。まあ、安倍昭恵っていうのは確かですね。僕の記憶が正しければ、広告代理店デンマルカなんかに。 勤務していたた経歴があったと思うんですねだから結局のところどういうことかっていうと安倍昭恵の背後にはデンマルがいて結局自民党を通そうとしてるんですよ。まあ自民党、まあ、デンマルマスコミですね、あと宗主国、米で、えーまあ、日本のですね今までの,、まあその支配ですね、えーまあ、米による自民党を使った、まあ、日本の間接支配を継続しようと、まあ、そういったことをしているとだ自民党を通そうと、ね、相当しぶといんで。 でここにいる方は気をつけているでしょうし、僕も気をつけているんですが、まあ、一定数の方がね、えーまあ、この安倍,し、えー、安倍晋三の話であったり、えー、安倍昭恵の話であったり、そういったものに踊るんじゃないかと、でまあ、今回、えー、もです、ねまあ、ソフトなあ、まあ、感じで、えー、お話ししていこうと思います。内容はです、ね、とても、まあ、真面目なハードな話なんですが、まあ、ちょっとあの言い方は、ねえーまあ、気をつけながらということで。 であの日本がですね良、えー、くなるには、ですねこの安倍晋三の周りのまあ、安倍応援団というものですね、遠丸関係者、安倍応援団をこの政治の世界から、えー、追い出していかないといけないんですよ。で今もこの安倍応援団というのがいるわけですよ。安倍昭恵がですね、えー、丸川珠代とか萩生田光一郎が今回はね、えー、世耕のところに行ったとかっていう話なんですが。 であのまあ、見た方もいらっしゃるかもしれませんが、安倍昭恵がですね、えー、まあ、演技するわけですよ、まあ、あのまああのその演技っていうのもすべては自民党の票のため、だそういったあまあ演技をしていることに気がつく必要があるんですね。で、あの先ほどまあ、言い方をソフトにするって言ったので、ソフトに言いますけど、安倍晋三があのように言ったかどうかも分かりませんけどね、安倍晋三があのように言ったっていうことに、えー、なってるじゃないですか。 安倍が悲惨だとかっていうことではなく今までどれほどの日本国民が安倍晋三のせいで辛い思いをしてきたのかっていうことを考える必要があるんですよ。根本はそこにあるんですよ。 自民党の裏金の件というのは許せるはずがないんですねそんな人間があね選挙に出ること自体おかしいんですがこの安倍晋三っていう売国とがですねこの日本国民に様々なことをしてきたそしてその安倍晋三の、まあ、まあなんていうのかな息のかかった遠丸関係者が今も日本国民を困らせるそういったことをですねまあ、しているしようとしていると で、えーっと、安倍昭恵のですね、えーまあ、ちょっと、まあ、演技っていうかあ、なんていうのか、それをですね、ちょっとまあ、真似るわけじゃないですけど、してみようと思うんですが、まあ、自民党の裏金の件で、ですね、世、え、耕、ー、っていうのは、ねえー、非公認にされてるんですが、安倍昭恵はこんなこと言ってるんですね、主人は世耕広重ちゃんのところに行ってあげてと、もしかして生きてんじゃねえのって普通に思うんですけどね。 だって安倍ってねあの、これおかしいと思ってる人、多くいらっしゃると思いますが、山上が犯人ではないですからね、えー、何一つね、ねそのじ事件現場の話の矛盾、病院と警察の発,発表が逆だったりね、なんかあのガムテープに巻かれたものがね、置いてあるだけで、なわけねえじゃねえかと思うんですが、まあ、真相はわからないけど、そういった疑いを持つんですよ、しかも安倍晋三っていうのはあ、アメリカの言いなりですから、別に消される理由がないんですよね。 あの安倍晋三の件が起きた後もですねその後ね国民が同情票を入れて自民党で岸田が通りましたよね今回もまた同じパターンを使ってるんじゃないかとそしてそこの役者として安倍昭恵っていうのが出てきてね 主人は世耕広重ちゃんのところに行ってあげてと、ふんふんふんってなんか泣いてるのを見て、どうかしてるなと思いましたけどね。まあ、ただ、のこの、ね、演技に踊らされる人いますよで。僕は例えばこういうことを言うと、ですねなんてひどいことを言うんだって思われないと思いますが、まあ、ソフトに、ね、何がひどいのかということを考えていきます。そもそも世耕広重っていう裏金、ね、犯罪者がですね選挙に出ること自体おかしいじゃないですか。 まずそこから、まあ、皆さん思ってるでしょうけど考えていきましょうよ。なんで裏金犯罪者が普通に選挙出てるのおかしいんじゃないでさらに安倍応援団は今回全員落選それを目指すわけですよ国民はねだから裏金施行に踊らされてはいけないし安倍昭恵のこの名演技ね、まあ、名演技っていうかなんかわからないけど僕は嫌いだからねもう見た瞬間からもう何なのかと。 そもそもこの裏金、犯罪、脱税の人間を選挙に出さす、あるいは応援すること自体、普通に考えておかしいんですよ。おかしいじゃないかって気づくべきなんですが、多分そうではない人がいるんでしょうね。だからね、まあ、ちょっと言い方があれんですけど、ね、その強くとは言いませんけど、そういうのに踊らされる日本国民にがっかりですよね。アベノミックスで、安倍晋三のせいで、どれほど国民が辛い思いをした そしてそれでですね、自枠した人もいるんですよ。だから、あの、結局のところ、こういうことなんですよ。安倍晋三、安倍晋三、安倍晋三、安倍、安倍、安倍、何から何まで安倍頼み、落選してください、本当に。で、この安倍昭恵っていうのも演技してるわけですよ、泣いてね。うん、まあ、実際な、泣いたと、別に僕は本当に泣いたふりだと思ってますから。うん でおかしいじゃないですか。なんで裏金の議員がさ、普通にまず選挙に、えー、出てるのもおかしいし、ねええー、主人が世耕ちゃんのところ行ってあげてって、いや、主人、あ,あ,の,あの世言ってんじゃないの、うん、そんなこと聞こえんのもう訳けわかんないけどね。まあ、そんなことは嘘で、広告代理店で電丸ばるのね、指図だと僕は思ってますけど、うん、だ裏金で、えー、自民党を離党した世耕のところに、そうやって応援に回ることもおかしいし、そこでですね、世耕も世耕で、 安倍晋三が履いていた靴と同じ靴、これはその安倍晋三の履いていた靴、それで同じ気持ちで選挙に出た、いや、出てくんなよ、うん、裏金、ね、犯罪、えー、そういった議員なんだから、何、普通の顔して選挙出てくんだよ、そんなおかしいことあるかよって。で、安倍晋三ってのは僕は思ってることがありまして、あの祖父の岸信介っていう生まれながらにしてですね、満州人脈の家系なんで、売国奴なんですよ、日本国民のためになることは何一つしませんよ。 だから、この安倍のですね、なんかわからないけど、言い回しか何か、そういったものにですね、踊らされてはいけないわけですよ。僕たち、日本国民はですね、国民がどうやったらよりよく過ごせるのかっていう、その経済、政治を考えるんですね。で、えー、じゃあ、例えば、アベノミクスについてかちょっと軽く考えていきましょうか。全く難しくないんですが、安倍って消費税2回上げましたよね。消費税2回上がったのにもかかわらず、税収変わってないんですよ。おかしいじゃないですか。 だからこの財源の話とかってすべてでだらめなんですよね。だって消費税が上がったんだから税収全体が上がるじゃないですか。でも税収は変わらないんですよね、うん。消費税が上がるとともに減るものがあるんですね。それが大企業の法人税です。あるいは富裕層の所得税。そういったものが減る。うん、だから自民党と経団連がぐる。経団連、大企業、金持ちに、えー、ど,んど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 ん税金を下げて、国民から幅広く消費税を取る。 安倍晋三が積極財政寝ぼけたことを言ってはいけませんよ。消費税を上げるね、緊、え、縮、ー、財政ですよ。安倍晋三は財務省とね、争っていた。何寝ぼけたこと言ってるんですかマスコミのデタらめですかいい加減にしてください、本当に。安倍のせいで日本国民全員が困ってるんですよ。日本国民が貧困化して、リスナー様もそう思ってる方が多いと思,思いますが、僕も生活が厳しいです。で、今の日本国民っていうのは生活が厳しい人が多くいます。で、さらに、 少子高齢化、ねええー、少子化の原因はな何か、国民の貧困そ、そしてその結果ですね、結婚しない、子供もできない、結婚できなくて子供ができない、少子化になって困ったな、それを理由に外国から大量の移民を入れたのは安倍晋三でしょ。安倍晋三の時ものすごい移民が入ってきてますからね、それを隠してますけど、安倍さんは保守だ、言ってることに意味が分かりませんよ。衛生保守、売国、総、ね、主、えー、国、アメリカの言いなり、おかしいのもいいところ。 安倍の政治は何か日本国民のための政治ではない金持ち富裕層経団連経済界そういったものだけが渡航するそ,それがアベノミクスの正体30年間税収がなぜ変わらないの消費税はどん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 上がってるのに税収は変わらないそれは大企業の法人税を減らしているからだからいつも山本太郎さんがおっしゃってる消費税が上がるたびに法人税が下がるこれがからくり自民党と経団連の裏での癒着 で日本国民は全体的に貧困化して若者も中年も高齢者も経済的に厳しい若者の多くはですね貯金がないその状態でどうやって結婚するんでしょうかね安倍と自民党と経団連の癒着安倍晋三は年金も外国に投資して化したこれが安倍晋三の正体ですさらに安倍晋三の件で涙を流すんだったら僕は流す涙はこっちだと思うんですけどね アベノミクスは雇用をどうのこうのって言うけど全てでたらめであることが分かっていますアベノミクスで雇用が増えた106万人、えー、雇用が増えたって言ってますが非正規が167万人増えて正社員が36万人減ったんですよ雇用の形を変えてどん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 正規雇用を減らしていく非正規雇用を増やしていくアベノミクスって効果ないですよね全部でたらめですよマス,コミがあマスコミと 自民党とそういったやつらが、ね、描いた全てのでたらめです。安倍は、ね、働く人たちを110万人増やしたって言いますが、これ調べた人がいるんですよね。ある調査ではですね、2012年6270万人から2015年6376万人と就業者は106万人増えた。その内訳ですよね。2012年と2015年を比べると自営業者で16万人。 家族従業員で18万人減少している。役員を除く雇用者を130万人増加したと。つまりこれはどういうことかっていうことなんですが、雇用形態、非正規が167万人増えて、えー、正規は36万人減ったんですよ。安倍政権3年間で非正規雇用ばかり増えたということで、はい安倍が非正規を増やした、日本の働き方を変えたのは安倍っていうことです。こういったことから許せないわけですよ。 まあありえないですけどもし安倍がですね、まあ、正規雇用を増やしたっていうんであればあまあ別にねそんなことはありえないけどまあちゃんとしたのかっていうことじゃないじゃないですかマスコミを使ってデたらめを言うとそして安倍は言うんですよアベノミクスで雇用を増やしたって言ってますがそれは実態は非正規雇用を増やしたんだって正社員を36万人減らしたこれは経済的にマイナスの方が大きいっていことは分かってるんですよね で非正規っていうのは雇用期間が短いっていうことで正社員の3分の1のお,、まあ、お金っていうことなんであの非正規が増えても正社員が減ったら意味がないんですよだからこれっていうのも単なる口実でたらめマスコミを使った自民党マスコミ大企業を使ったでたらめですアベノミクスの正体は非正規を増やしただけそしてね、えー、涙があるって言うんだったらここに涙がありますよ アベノミクスのせいで日本国民が経済的に厳しくなっていって多くの日本国民が自惑した本当は生きて頑張ろうと思ってた国民がいたんですよその人たちが生きれずにね、えー、もう取る道がないと思って自惑した、うん、涙するんだったらここに涙するんじゃないんですか安倍があのように言ったって別に僕ははっきり言って悲しくも何ともありませんよ日本国民の経済格差を拡大して非正規雇用を増やして 国民を自丸に追い詰めた人間、うん、何が悲しいんだろうね僕には分からないね、うん。よっぽどアベノミクスで自丸に追い詰められた日本国民の方が悲しいし悔しいと思いますけどねで。アベノミクスってのはいろんなデタラメ言ってますから理由はこれだけですよ。単純な話ですよ。3本のや、すべてデタラメ、うん、トリクルダウン、金なんて降りてくるわけねえだろって話。アベノミクスで日本からアメリカに1500兆の金流したんですよ。おそらくその時に金をすりすぎて、 円の価値ね下げてそれから経済がさらに悪化したつまり日本経済を崩壊させたのは安倍晋三それがあいわゆる安倍という人間の正体だこのことを分かっているのか分かってないのか知らないけどね有名人だろうが何だろうがなぜか知らないけど安倍をね擁護する安倍を擁護している限り日本なんてよくならないですよだって問題点から目を背け続けてるんだからそして安倍昭恵の涙に踊ってはいけませんからね 今回の選挙で日本国民はこの安倍応援団、安倍の周りの人間たちを落選させないといけない。それが今回の選挙、日本国民に課せられた課題です。あ安倍昭恵の涙にね、えー、踊らされて、安倍さんって言ってたら、僕たち日本国民総貧困化で日本終わりですよ。 あと別に僕はね、安倍側のように行こうが何だろうが、全く悲しくも何ともないとかっていう思うことがあるんですが、安倍晋三っていう売国奴は過去にこういうことを言ったことがあるんですよ。今の憲法はみっともない憲法だと、ね、現憲法をねえ、否定したんですよ。うん。安倍晋三の方がね、え比べ物にならないほどみっともないわ、売国奴が。遠丸の言いなり、米の言いなりああ。知らねえけど、安倍の近くにいる人間たちは、何にも安倍のことを悪く言わねえのかもしんねえけど、 アベノミクスで日本経済を崩壊させ日本国民を自丸に追い詰めて、えー、憲法を否定する人間、うん、何が欲しい笑わせんな、ね、よあんまりふざけてんのもいいところだと僕は思いますけどねで安倍晋三っていうのは今のこの自民党が推し進めてる、うんねえー、この売国奴ですから何を考えてるかわからない安倍晋三っていうのは今の憲法がみっともないとほざき憲法を改正しようとしていたんですが 安倍のの憲法改正晋三は日本国民の自由ないしは権利を全て奪って、えー、国,民の国民をです、ね、自分の言いなりにする例えば自民党ないしは米の言いなりにするそういったために憲法改正をしようとしたとしか思えないんですねまあここの中にはいらっしゃらないと思うんで、えー、一応言いますが 日本独立のために憲法改正が必要。でたらめですよ。でたらめもいいところ。憲法はアメリカが押し付けた憲法だから変えないといけない。そういった、このでたらめはどこから出てくるのか。改憲勢力、憲法を改正しようとも遠回る日本会議の罠です。こういったものに踊ってはいけません。そもそも安倍、岸田、石破茂、そういったね、売国土どもが憲法を改正しようとしてるっていう時点で、おかしさに気がつかないといけない。今回の選挙でですね、 まあ、安倍晋三の取り巻き、安倍応援団をどん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 国民がですね選挙で落として、ねえー、より良い日本になることを願ってます。とにかく、この安倍昭恵っていうのも背後に広告代理天然丸がいるんでね、まあ、非常に巧妙な、ねえーまあ、演技をしますよ。僕は嫌いだし考えてるんで、こんなのおかしいなとしか思わないんですがで、ここにいらっしゃるリスナー様もおかしいなとしか思わないと思いますが、このことを信じる人がいるんですね。だからそうういいっったものっていうのもののて日本が 良くならななならいい、えー、一つなんじゃないかと、まあ、そう思ったたのので今回こちらの件をお伝えしましまとにかく自民党ってのはしぶとい背後に伝丸がいて、ねえー、使えるものは何でも使う安倍晋三を使う安倍昭も広告塔となって涙するそういったものに、ねえー、踊らされていると本当に日本崩壊しますよアベノミクスで経済崩壊されてで今度もし憲法を改正したらもう日本は有事ですよ僕たち生きていけませんそう思ったので今回こちらの件についてお伝えしました。 最後まで聞いていただきましてありがとうございます。今回は学校で終わります。